悪魔のつぶやきが聞こえ出す。これから最後、手下となりて我に仕えよ。荒ぶる魂たちと共に今叫べ、愛のメロディー。ファイヤー悪魔ファイヤー。はい、こんばんは。こぐま酒のお時間です。今日はですね、よー、はい、というわけで今日はですね、なんとこの番組初のお客様を、お客様をお迎えして、はい、お送りしようかと思います。早速ですがちょっと登場していただきましょう、はい、このお二人です、どうぞ。こんばんは。やってる。社長です。もうお酒飲める？飲んでる？もう飲んでるけど。番組前にちょっとやった後だね。いやー、いいとこだね。いいね。ありますけどね。はい、そんな感じで今日は、後ろにお二人をね、従えての放送になります。はい。二軒目が出てますね。出てますね、確かにね。さらに言えばちょっとね、後ろで洗濯機が回ってるっていうね、中山さんがね、今回してるところですかね。シート洗っててごめんね。実家なのここ。洗濯機がブーンって。電子レンジ回しだした。これやばい電子レンジ、もしかして。ちょっとブレーカーがね。やばい、エアコン落ちて。ブレーカー落ちる。マジで落ちる。エアコン一回切ろう。やばい。ブレーカー落ちたらマジでやばいから。この居酒屋怖いな。あれは？エアコンはちょっとね、熱いんでね。一瞬だけ切って。20秒だけ。もうあれぬるくても大丈夫。いやダメだって。だってこれ停電になったら生放送これ。終了です。今日の国分まさけ短けなみたいな。あ、でもノートパソコンはね大丈夫だから。そうですね。事務所の人はまあ事務所、そうですね、僕らよりもあっちで仕事をしてるメンツが。それは大変ですね。みんなデータ先保存しといてください。はい。これおつまみいただきます。はい、これ、あ、それあれですか、ご持参いただいた。これあの持ち込み。すごい量の持ち込みがありますけど。今日はおつまみもあるんですよ。お客様来てるから。あらあら、お客様来てる。あら、ありがとうございます。あ、美味しそう。あ、なんかすごい量。おしゃれな器が来た。え、なんかこれすごい見たことない器。4つついてる。美味しいやつ。こんなのすごい。あくまさんでしたわ。ほら、おつまみもくれるから。あ、やばい、失敗した。え、失敗した。始まってますよね。これ始まってるんですね。鳴き声が聞こえました。リハとかじゃないですね。リハとかではない。中山さんがチーズめちゃくちゃになっちゃった。ああ、なるほどね。それをやってた。チーズが溶けたんですか。ああ、すごい。これいただいたね。これちょっと映像で見たい。伊達君にちょっとカメラの前で。すごい。とろけた。カバロね。カツカバロ。いただいたやつがもう20秒でよかったのに、ちょっとバタバタしてる。泥溶けた。これちょっとほら、時間を置いて。あ、やばい、取れちゃった。ダメでしょ。ね、これでこういう風にして寝ぶる感じ。あれじゃ、寝ぶり専用。寝るでお願いします。寝れば寝るほど。いや、まいった。すごいな、これ強烈だな、これ。実家のおかんが失敗するでしょ、これ。チーズはそうですよね、温めたらこうなっちゃう。練って食べてこの、うん、この魚に漬けて食べるとうまい。フォンデュ的なね。うまい。すごい。これいいじゃん。チーズフォンデュだ、これ。これいいじゃん。ないですけど。これ魚にこうして食べるとチーズフォンデュじゃないですか、これ。チーズ途切れない。そしてこれいいね。当て状。当て状。
ミックスの技術がありますから。あとちょっとじゃあお母さんの洗濯終わったら出ていくんでゆっくりやって。お母さん洗濯バブー。洗濯終わったのかな。もうすぐですね。もうすぐ、はい、これ絶対うまい。というわけで、本日でも16回目になりますかね。この回から、紹介したお酒が、はい、なんと今夜はにぎやかしいね。にぎやかしいです。もう番組なのか何なのかもう分かんないですけどもね、ボリューム5に向けて、はい、ね、やっていこうと思います、うん、あれボリューム4、そうボリューム4の本ができました。これ紹介しとかないとねダメですよね。裏もね、裏もほら裏はすごい写真綺麗綺麗でしょ。これあこれどこの、ね、どこですか。これ近所の公園です。今週は白石区はそうです、ね、めっちゃ綺麗な桜。そうなんです。これね、裏はねちょっと見せないようにしてるんですけど、今週末の隅田から発売ですね、はい、ついには。う、うん、中身がねもうね今回はイラストがもう多すぎて、イラストだけのページとかもいっぱいありますんで、う、うん、あと博士写ってますよ。阿佐ヶ谷の博士がね映ってます。おお、悪魔界か。悪魔界で、そう博士がねこの番組全然見てくれてないっていうのがよく分かりました。全く見てないですよ。だって博士イオシスの番組も一切見ないです。自分でやった放送も全部忘れてますからね。つけています。昨日から。そういうとこありますよね。博士を信用してはいけませんか。というわけでボリューム5に向けましてこれ、はい、今回の放送からやりますが、いやもう4冊も出しちゃいましたね。うん、ね、次はね、たくやっちだけが頼りになって。いや本当にね、もうそうだね。まあ僕もね、あーそうなのっていう結構的外れな質問がね、ちょいちょいね、博士から出ます、ね。ありますね。めっちゃ洗濯機、水の音がめっちゃ鳴ってます、ね。洗濯機が本気出してきましたね。なんかあの台湾とか行くと、あの夜の市、夜市行くと、うん、なんかこういう感じで、東南アジアテイストの居酒屋なんですね、きっと。ガヤガヤしてますんで、というわけで、もう早速1本目のお酒を外飲み的な感じしてますね。まあ背景もこれ今日一番今まででハマったんじゃないですか。うん、あら他のお客さんも入ってるみたいな。すごいちっちゃい2人に見えますけど。というわけで早速伊達くんが準備してくれたお酒が今日こちらかな。はい、はい、本目、本日1本目のお酒京千歳ですね、はい、あ、ちょっとおチョコ1号で、あ、これですね。あ、ここにもう入ってます。ぷっくりに入ってますね、はいはい、お二人も同じお酒を飲んでいただいて、京都市左京区松井酒造株式会社さんの京千歳。松井酒造、松井酒造です。あ、松井酒造。松岡酒造です。松岡酒造ではなく。こっちが一択、後ろが二択さんで。二択さんお酒切れてる。落ちちゃった。マイク落ちちゃった。はい、てんやわんやしてますが、はい、このお酒の、なんか、添え書きついてたんで、ちょっと。はいはい。何酒京千歳、いい香り。酒の名前なんだって。酒の名前京千歳です。京千歳。何したんですか。 OK ですか。 OK ですか。バタついてますね。聞いてなかった。大丈夫、聞いてなくても大体できます。持ってます。というわけで、京千歳のこれはグレード的には純米酒ですね。じゃあここをちょっと社長に読んでいただけますか。ルですか。ルです。はい、お酒の説明ついてる。純米酒、はい、膨らみのある味わいとあっさりとした風味が食を進めます。さらりとしておりますので食中酒としてもおすすめです。冷やでも缶でもどちらでもどうぞ。酒造公的米500万石、いや500万、 65% 精米。なるほど。シェキーズ。え、何。気にしないでください。語尾にシェキーズつけるんです。あ、そうなんです、はい。
いいですね。なるほどね、500万ドル5億をしようということで、じゃあ早速ちょっとみんなで乾杯しましょうか、はい、ね、はい、乾杯。もう後ろの2人始まってる感あります。すでに出来上がったものがこちらにございます、はい、今日本日1本目です。乾杯。乾杯。うん、飲みやすい。すごかったね今。滝のようでしたね。タデ君、あ、熊の洗濯中なのかな、タオルが。すごい飲みやすい。かもしれないです。ジュリとして、あっさり。説明の通りです。これ濡れてんじゃんか。ちょっと、もうない。もうこれで。これは飲みやすすぎて、タオルください。一択さん、ちょっとそそありました。一択さん、ちょっとね、ねるねるねるねをいただきますよ、もうちょっと。これはね、料理に合うわ。美味しい。そうですね。手前から美味しいですね。あと、あのさっき開発、さっき偶然、さっき偶然開発されたこの溶けたチーズにこのぬるめ、うるめ、うるめうるめいわし、これつけると めっちゃ美味しい。アル新人アルバイト来た。大丈夫、こうちゃん飲まるよ。うまい。うるめカバロウね。カバロウ新作出た。いただいたファンの皆さんにいただいたカチョカバロウに、高さんたちが持参したうるめをミックスして当てにされております。ありがとうございます。いただいております。はい、そうですね、素敵なラベルっていうコメントは、日本的ですね。これですよね、あのちょっと外国の方向けの新しいラベルらしいですよ。アテ研究部発足じゃない。ああいいですよね。あ、いいですね。この2人がいたら、できそうですよね。いろいろ組み合わせをね、考えて。最近ね、料理アニメとかも流行ってますからね。そうですね、料理番組をされてる子、クマさんもいますからね。ですね。ちょっと大きいやつで、妹さん大きいやつがいいですか。はい。あ、うまい。ちょっとおかわり、ね、うまいっしょ。いきます。というわけで、番組の説明してなかったですけれども、はい、まあ、チャートをね、よいしょ。はい。おチョコだと少ないよね。確かに。確かに。ちょっとバリバリカップでじゃあ。あ、ありがとうございます。いいです。何でもいいです。あれ今日あれですね。みんなそこにとちまるくんもいるし。はい。高丸くんもいます。結び丸。あ、結び丸。とちまるくん。キャラカップの空き瓶を、はい、グラスに使っております。やってます。というわけで、はい、お酒をね、皆さんからいただいたお酒はこのようなチャートに書きまして、それをまとめまして、またボリューム5になりますので。はい。お楽しみにお待ちくださいという。はい、ああ洗濯終わりましたよ。ピーピーって言ってます。洗濯終わりました。序盤で終わりでよかった。よかった。落とします。落としましたね。じゃあ大丈夫、大丈夫です。なんか落ちた音しましたね。なんか倒れますよ。瓶危ないですよ。大丈夫。というわけでじゃあ早速ちょっと一つ目の項目からね、はい、書いてもらいながら、まあ今日はね、せっかくゲストも来ていただいておりますので、いろいろお話を聞きたいなと思います、はい。まあ、特に何か聞こうと決めてたわけでもないので最近の、どんな感じですか。ざっくりした飲みの時の第一声みたいな。最近どう的な。美味しいな、この酒。うん、最近ね。最近どうですか。あの僕普段ビールよく飲むんですよ。ああそうなんですか。ビールめっちゃ好きで、まあ悪魔さんもビールか日本酒ばっかりですけどね、日本酒もすごい好きなんですよ、でも普段家ではやっぱビール飲むことが多くて、もう水のように飲んでいるんで、なんかたまに足の先っぽの方がなんかチクチクってなんか痛い時があって、これやばいかなと思ってちょっとビール控えようかなって。それは、それはぜひペインウィンドですね。通風の人って日本酒だったらいいんですか。日本酒大丈夫じゃないですか。日本酒ならいいんですよね、きっとね。プリン体のやつ、これを機に
日本酒と、ね、日本酒いいですよ。そうですね、うん、竹田さんちょうどいいです。僕日本酒常用してます。そうですよね、ええ、常用、ええ、毎日常用してます。上級だ、ね、薬のようになんか言いますね、うん、常用って。あ、じゃあもうこの番組はもう、まあ、ぴったりと言えば、ええ、僕の一番のおすすめはですね、紙パックに入って一番安い1合100円のやつです、うん、あれ最高コンビニでそうでしょ悪魔さんは、それなっていうあれで常用してます。まあそうですね、僕らもないただいてるからこんな高いお酒飲めてますけども、自分で買うとなるとなかなか、たまにこういうのも美味しいですよ。美味しいですよね。いや確かに舌が肥えちゃってね。そう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 。あんなに意気投合するとは思わなかったですよね。紙パックね。紙パック鬼殺し。そう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 、話早いやつね。あの初心者はね、あの瓶なんですよね。一歩進むと紙パックになるんです。ワンカップよりさらに上級のやつですね。そうです、紙パックです。最終的には紙パックになります。紙パック捨てるのも楽だし、そうそういい、ね、折りたためば燃えるゴミで出せます、ね、そうですね、うん、あ、1個目の項目ができたらしいですよ。あ、できましたか。なんか今日あれですね、遠いですね。はい、というわけで、京千歳のチャート1つ目の項目が、はい、甘さのジャブ3。なるほどなるほど。コメントが切れてる。あ、最近だらけてたのに。今日はちょっとちゃんとしようっていうのが僕ら二人の中でちょっとだけあるんですよ。あのね、それ言ったらあれですよ、中山さんが一番なんかね、いつもと違う感じですね。中山さん、中山さん今洗濯物シーツがよれちゃってる。洗濯物ほどいてます。シーツのよれをほどいてます。甘さのジャブさん、確かにね、最初口当たりがすごい甘い感じがしますよね。うん、甘い、うん、はい、というわけでこれは美味しいですわ。2つ目の項目お願いします。なんだろう、なんかいいですね、お客さん迎えるっていいですね。これ居酒屋開店したらどうですか。そうですよね、できると思いますよ。僕らのお酒ではないです僕らが仕入れたお酒ではないです、ね、仕入れたものではなくもらったものっていう、うん、かなり珍しいスタイル新しい世紀スタイル、うん、まあ、当ても全部いただいたものですからね。そうですね、これそうですね、チーズの美味しい原価ゼロですからね、うん、原価ゼロ、ね、というわけで、2つ目の項目ができました。はい、からのスッキリ3、甘さのジャブからのスッキリね3という、これがストレートってことなんですかね。あー、つかすいません、ちょっと先に言っちゃいましたが、もやしがそうストレートですね。ストレート3、そんなに5ではないんですよね、マックスではないんですよね。ボクシンググローブかけてやめました。じゃあ3つ目の項目お願いします。すごく女の子のイラストが描いてある。どういうことですか。本当だ。なんでしょうね。あ、今のところで大丈夫です。うん、これパッケージの箱に同封されてた、うん、チラシなんですけど、あくまさんこれ見てなかったですよね。こんなしおり入ってましたよ。お酒紹介も。最近の日本酒はなんかデザイン性というか。うん、そうなんですよ、うん、雰囲気作りがうまいですね。特に京都は、うん、京都の酒蔵さんはもうなんかシャレこいたやつを、うん、これすごいおしゃれですよね、うん、これなんか味感の CD ジャケットみたいな。 あと印刷的にはこれ黒インクと赤インクの2色刷りでちょっと安くできるフルカラーよりはまあでもそこか。でも裏を見る限りフルカラー。裏フルカラー。あ、本当だ本当だ。はい、そういうのもありますよね。でもあえての2色っぽく見せるやつ。今日なかなかコメント拾ってもらえないみたいなコメントが入ってます。あ、なるほど。拾いましょう。今日はそうですね、お客さん来てたんでね、はい、まあお客さん来てたからどうこうっていうのも最初だけだと思うんでね、うん、なんか書いちゃいました。ああ、ここです。 R45%、ここ R80% っていうの、ね、赤の濃さ、ね、赤の濃さです。あ、 RGB なんだ。 RGB なんだ。マゼンタじゃないんだね。 CMYK じゃない R なんだ。ちょっと光なんだな。印刷のマニアっぽいマニアっぽいお話でした。見てる人ついてこれなくなります。今日はもう
こんな感じでいきましょう。はい、というわけで3つ目の項目が、はい、当て欲しくなるぞ5。あ、確かにね、これ僕もこれ飲み始めてから、あ、当てこれ食べますか、うん、これね、サーモンダイスっていうなんかね、美味しそうなの仕込みの当てのなんかバリエーションが、はい、これ開けましょう。これはあれですよ、あれ袋どこに、これ酒とばだと思うんだけど、酒とばのダイスカット、うん、ダイスよいしょ。ちなみに僕がいただいてるのは、くまさんにいただいたピリ辛サキイカ天のり塩粉、うん、これ間違いないやつですね。これもチーズつければいいんじゃないですか。何でも何でもチーズにつけて食べようとする。まあ、そうですね、神戸の五魚福さん食べます。食べてますね。もう今日はもう食べてる。歯に挟まってるみたいな。クマ感ありますね。クマ感あります。というわけで、じゃあ4つ目の項目。あ、3つ目まだ。3つ目。あれ、紹介しました。今言いました。当て欲しくなるのマックス5です。OK です。伊達くんもね、もうね、ついてきてないですからね。今日この人の出入りの多さで。すごいオープンなお店ですよね、うん、そうなんですよ。こんな感じで毎回やってます。あ、うまい、これ美味しいな。サーモンダイスもどうぞ。あ、いただきます。サーモンダイスうまい、合いますよこれ、うん、酒とばってことなんですね。酒とばですね、うんうん、このあれですよね、カットの仕方がさいの目切りって言いたいんですよね。ですね。で、ダイスです、ね、ダイス。はい、あ、じゃあこれサーモンとエヴァーなんかわかんないです。言えるかな。、うん、味が濃い、4つ目の項目が、うん、宴向き度5、うん、まさにこのこういう場にね、持ってこいのお酒でしたね、これね。飲みやすいし、食も進むし、おしゃべりも進みますよね、うん。伊達くんがね、さっきからね、コメントをスマホでチェックしながら一つも読み上げない。コメント読み上げてないですよ、読み上げました。あ、なるほど。やばい、やばい、サーモンダイスにこのチーズ組み合わせ、これ神。二択さんが盛り上がった。そしてこの京千歳が合う。あの、ちょっと固まってますよ。あ、チーズもう一回電子レンジでこれ。あ、でもまたクーラー止めなきゃ。クーラー一回止めないと。ブレーカー落ちちゃうから。さすが。固くなっちゃいました。すいません。なんか別な用途になってる。思われないチーズが。離れ感ね。クーラー止めなきゃ。クーラー止めなきゃ。あの、ブレーカー落ちちゃうから。リモコンどこ行ったかな。伊達くん、クーラー止めてください。家だよね、これ。はい。完全に チーズフォンデュー用途になっちゃったじゃないですか、うん、あ、ちなみにどちらの社長さんってことですけれども、イオシスの、はい、通称社長、イオシスの通称社長 でペンネームは、うん、ユウノヨシミという名前で、悪魔さんのあの名曲作詞担当でございます。悪魔様の曲担当させていただきました、はい、作詞させていただきました、はい、最近はあのアイドルマスターとか、あ、そうですね、あとはなんかビートマニアとかそういった方面の楽曲も作詞しております。すごい人なんですよ。いや、そうなんです。いやいや、すごい人が2択さんで飲んでるんですよ。何でもチーズつけるおっさんなんですよ。ありがとうございます。やったーやったー、やったー、チーズフォンデュですって。すごい。これ送ってくださった方ありがとうございます。美味しくいただいております。すげえうまいこのチーズ、うん、チーズのね、やっぱり質がすごくいいんですよ。なんかね、長沼さんなんですよ、北海道の。へえ、北海道長沼チーズ使用で、長沼さん串カバロチーズっていうんですって。長沼といえば、湯煮のちょっと手前ですか、うんうん、2種類あるんだよ、実は、うん、醤油味とノンマル、うん、今出したのが醤油味ですか。ああ、確かに醤油味だ、うん。で、鮭と合いますね、これ。合いますね。はい、あ、できてますね。5つ目の項目が、はんなり美人度1、これですね。確かにはんなり系の女子ではないですよね、うん、うん、キャピキャピした感じの。そうですね。ちなみに絵も
なんか書いてるっぽいんで一応、これの絵ですよね、はい、なんかこの絵見たことある、何かで見たことある、見えますか、はんなりこれはんなりですよね、はんなり、はい、あ、そうだそうだ、油取り紙のはんなりした女の人の絵だ、すごい、そこ持ってくんだな、すごいとこから これからの、油取り紙の、そうだそうだ、それで見覚えあるんだじゃあ、別にあのサザエさんに出てくるカツオくんではないです、はんなりってどの状態、はんなりってどの状態、あ、確かに、まあ、漠然とした言葉ではありますよね、はんなり、半分なってるってことですかはんなり、だから将棋とかの駒がなんか歩が半分はんなり横に立ってるみたいな、ビフォーアフター、ビフォーアフターはんなりね、どういうことなんですかね、はんなりって何ですかね、何なんでしょうね、形容詞ですよね、きっと真面目な話しちゃえば、ね、うん、京都のね、うん、言葉ですよね、しんなり美人はしんなり、しんなりはなんかちょっと元気ない感じしますねだから半分しんなりしてるぐらいの人がはんなりじゃないですか、あ、なるほどね、多分そんな感じですよ、よく考えたらあれですわ、アイドルマスターのあの、あ、うん、京都の女の子で、うん、はんなり美人って言われるキャラクターがいるんですよ、うん、小早川さえちゃんっていう、そのはんなりしたキャラの作詞僕してましたわ、うん、はんなりってなんだっけとか言ってたら怒られますわそうだわ、はんなりの曲書いてたわ、書いてたわ大して分かってないやべえ、ちょっといや今酔っ払ってるからなかった、なかったことに、カットで、カット、カットして、カットしておいて、カットしておいて、カットというわけで、じゃあ俺様的ベスト当て、はい、これ書きがいのあるお酒ですね、うん、ちょっと書いていただいて、当て欲しくなるぞを書いてるぐらい、いやそうですよね、あれ、そして社長さんのあの、うん、紹介あって、うん、拓也さんの方紹介が、拓也さんの紹介、拓也さんモザイクが、セルフモザイクかかってます、こちらが実は本当はイオシスの本当は社長さんですややこしい、大変、多方面多岐にわたり弊社も、お世話になっております、そうだよ ね、 そうだよね、手始めに社内を片付けるお片付けボックス ね、うん、そうだね、どんどんイオシスからもらったからね、あとここのスタジオ、今放送してるスタジオの機材もね、結構イオシスからいただいたものを使わせて、あの辺の白いあの網もそうですか、あ、そうですね、あれもそうです、あれもそうです、白い網ってごめんなさい、見てる方伝わらなくて、いろんな、なんか見覚えのあるものがいろいろありますけども、イオシスでもらったものがありがとうございます本当だ、言われてみれば、だいたいもらいもんで放送してますからねもらい物の機材ともらい物の酒と当てで放送しますからね、というわけで俺様的ベスト、まあまあそうですね、こうなってしまいますね、伊達くん寄ってください、こちらです、はい、じゃじゃん、じゃじゃん、長沼串カバロ、うん、まさに今もう大活躍、うん、素晴らしい、うまし、はい、うまし鼻ぶつけちゃいます、というわけで、はい、いやこのチーズ美味しいですよね、本当に普通の美味しいですね、後ろで、うん、多分ね、風味がやっぱりこの京千歳にもちょうど合う感じがするのは、うん、この京都と長沼のこの出会いというのが、うん、非常にこのドラマチックでね、いいですね、日本酒はライスワインですからチーズでよくあるなんかこの2人喋ってたらそれだけでちょっとぽいですあとね、あとね、この京千歳って名前がまたそうですね、あのいいんですよ、いいですね、あの風情がアニメでね、ゆるゆりってアニメがあるんですけど、あ、でそれにあの京子ちゃんと千歳ちゃんっていうキャラがいて、京子ちゃんのあのキャラソンを私作詞してたんですけど、あらこの京子と千歳のね、なるほど、このなんかカップリングというか、このゆり感ね、奇遇ですねこれね、これいいですね、ゆり感とかゆり感、ゆり感、そこにゆり感も感じながら、うん、京千歳ゆり感あります、うん、あります、さすがちょっとこれはいい、うん、いいお酒です、お客さん呼んだ回あったな
二択の客はよくわかんないですね好き勝手喋ってますけど大丈夫ですかねこれね。でだんだんちょっと悪魔さんかぶって社長に移ってあ寄りますちょっとこっちに移る、はい、寄りますその間にちょっと僕おかわりをね、うん、いきますよ。まだ1本目ですよね。2回もおかわりしちゃうとかなかなかないんですけども、うん、いやいい番組ですね。いい番組なんですよ、はい、僕もね本当この番組はね準備も楽だしあと始まったらお酒飲んでるだけで、ね、大好きなんですよ、ね、いやそうじゃないと16回も続きませんよ。そうですよ、うん、某ピンクちゃんの番組はね準備が大変でねあらあらピンクちゃんねピンクちゃん後片付けも大変でねあなかなかね、いやまあまあ、まあ、触れてやるなと そんなことというわけで、締めの、このお酒例えるならば、はい、いただきましたこちらです。じゃじゃんいきますか。はい、男だらけの飲み会に花を添える京美人。おお。わあ！拍手をして。まあまあまあそうですね。ああ今日なんかちょっとシャレこいたコメント。綺麗にまとまった感じでいいですね。いいですいいですいいです。腕ね腕ね。普段はねあの悪魔さんもよっ払っちゃうともう 何書いてるか自分でも覚えてない困ったらイラスト書き出すっていうあるんですけど今日のはね、終始まとまっていい感じになってますね、うん、これ開けるそれでいきます、はい、お願いします。こんな感じなんですこの番組。いやそうですねすごい楽しかったです美味しかったです。こんな感じで番組締めようとしたあ、まだ早い、まだ早い、いいでしょ、いいでしょ、いい番組です ですね。これね、今始まったばっかり。まだ早いですね、この番組まだ、うん、だいぶ飲みましたけどね、はい、そうですね、そうなんですよ、もう結構ね、気がついたら飲んじゃうんですよね、飲まささるんですよね、飲まさる北海道弁ですかね。飲まささる、というわけで次じゃあすごいちゃんとあれいつもすすぐとかしないんだよそ行きよそ行きのやつ出してますね。2本目の前すすいでおりますね。2本目、うん、こんな感じでだいたい3本4本、はい、ね飲んでるんです。今日あれですよね、うん、1本お持ちいただいてあ、これこれですか。これ今これさっき持ってきたやつ、はい、ちょっとベールに今包まれて隠してますけどね。これせっかくなんで今日3本の予定でしたけどこれ4本目にいただきますこれね、たまたまね、はい、たまたまさっきゲットしたんですよ。あ、本当ですか。これいただきものロハでゲットしたんですよ。じゃあちょっと詳しくは形状形状が明らかにワンカップのゲットしてるまあまあ、ね、お楽しみにて予定してなかったね、うん、くれたんですよ、これ、うん、すごいですよ、もう今日はあれですね、伊達くんも手際よくパッパパッパ準備してます。2本目、楽しみ。いつもはあれですよ、まず一口目、自分が言ってます1杯目はシーフラガイさん、まず自分行ってからの準備ですからね。お客さん来るとみんな違う。最近すすきののいいお店あったいやこの前ね、この前行ったお店はねちょっと微妙でしたねまあ、まあ、まあ社長こう見えて結構マスターですからね。いやすすきのはね、いろんなお店ありますからね。ありますよね、うん、確かに確かに、ね、うん、僕もまあまあ本州からお客さん来た時とかは、まあ、美味しいもん食べれるとことは、うん、まあご案内しますけども、まあ、その後ね、だいたい本州から来る男性の方はもう途中からちょっともう次まだかみたいになるそわそわしてる、うん、僕はあんまりちょっと詳しくないんですけど、まあ、どっか行っちゃうんですよね、不思議ですよね。社長いいとこ知ってますよね。いやもうなんかご要望あればいろいろご案内はまあご案内した後はまあ、あのご自由にね、まあまあお楽しみください。各自どうぞ、ね、ご意見番好きのご意見番ご意見番ですからね、あそっか、
じゃあちょっとすすきののお酒の会来てもらえばよかったな。したら、ね、そんなのあるんですか。すすきの美人っていうのを前回ねちょっと飲んでたんですけどね、うん、そしたらもうね深い話をねできたんじゃないですかね。部屋にあるよ。部屋にあるよ。あくまさんの部屋にまだすすきの美人残ってます。あそうなんですよ。この番組中に、まあ、飲んでるだけではだいたい1本開かないんで、結構残ったお酒をねまだお部屋の方にストックもあれば、まだ番組で紹介してないのも今ね、はい、ものすごいありますよね。50本。そんなにありますね。あるんですよ。だからまあだいたい2週間に1遍ぐらいはまだね、うん、これやっていかないと。2週間に1遍じゃ、ま、追いつかない。チビチビ日夜チビチビの日夜チビチビ。これ毎日やった方がいいんじゃないですか。毎日はちょっとしあまあでもいいですけどね、うん、確かに、うんうん。というわけで本日2本目の酒がこちらですか、はいはい、そうです、こちらですね。おそうこれはちょっと新しいラベル来ましたよ。どれ、うん、はい、一回ボトルの方にこちらです、うん。お？え？人気1純米総攻撃。なんだこれ。これがですね。すごい。まあ、人気酒造さんっていうのが福島県にありまして、人気1っていうね、お酒の種類があったんですけど、はい、ズブラヤプロさんとコラボしたお酒の、うん、3作目。3作目。3作目らしいですよ。うん。米作りから、そうですね。特急みたいですね。じゃあこれもちょっと社長、はい、読んでいただきます。ちょっと長いですけど。ここから。そうですね。ちょっと早口目で。早口で。ウルトラ最強怪獣ん？ちょっと待って。早口難しい。ウルトラ最強怪獣軍団が。うん、これ合ってます？合ってます。合ってます。合ってます。ウルトラマンの生みの親、円谷英二氏の故郷からほど近い二本松市の酒造。人気酒造に突如現れた。どうも自分たちが地球で自由に暴れるため純米酒で日本酒好きの人間に総攻撃をかける準備を行っているようだ。ちょっと意味わかんないですね。日本語ちょっとおかしかったですね。のどかな初夏、酒造近くの田んぼにダダたちが現れ、酒米、うんうん、の田植えを始めた、うん、秋になるとギャンゴとレッドキングが現れ、うん、稲刈りを始めた、うん。ベテラン農家も驚く見事な作業だ。収穫を終えると酒造ではダダ A、B、C をクラウドにゼットンが森宇治杜氏です。杜氏となり、うん、純米酒を仕込むという1年をかけた壮大な計画が動き出した。そしてついに怪獣たちの総力を挙げて作られた純米酒が完成した。ただフルーティーで軽快な酒はいらない。すべて瓶貯蔵し、貯蔵熟成の品質と温度管理にもこだわった一品。飲みやすく、甘すぎず、辛すぎず、爽やかな酸味に酔いしれると、バランスの取れた絶妙な味わいを苦味、渋みが引き締める。ついに総攻撃が始まってしまった。そういうこと。ある程度飲酒経験を積んだ人間にもひとたまりもない日本酒らしい熟成感も備えた攻撃だ。さらに食との相性も抜群。魚によって冷やすも良いが、缶は50度以上にならない方が良い。この純米による総攻撃を受けて戻ってきた者はいない。いない。じゃあ、ありがとうございます。これ長い、長いし、長いし。ダダだ、ダダ。あ、ダダ、ダダだ。これ社名お願いします。ダダ、ダダ、ダダ、これすごい存在感。稲刈りしてたけど。ダダ ABC ってどういうことですか。なんかスライム ABC みたいなもんですか。ダダこのパッケージね、ちょっとね、後で写しますか。ゼットンはわかるんですけどね。ゼットンとダダはすごいわかりますね。こういうのもあるのね。これいいですよね。初めて見ましたよ。このパッケージもちょっと。ダダ左右あ、そうですね、これ面白いですね。じゃあまあ、こっちからまず見せます、ね、これ本来のこれすごい、お酒作りの工程を、まあ、田植えから稲刈り、はい、稲刈っての、仕込みですね、はい、仕込みからの、まあ、熟成過程ですよね、はい、で裏側を見ると
怪獣？怪獣好き？あ、怪獣。あ、ウルトラマンのあれですね。フォー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 バルタン星人。バルタン星人好きですよ。バルタン星人しか知らない。ダダンレッドキングの稲刈りまたダダたちが仕込んでって。これ ABC ってことですね。これでダダ ABC ですね。バルタン星人書いてるこれいい、ね、あ、すごいすごい。フォーフォーフォー書くの超早い。フォーフォー目がいっちゃってます。バルタン星人めっちゃ強いんですよ。いやそうですね、怪獣これだってか、そうこれ第3作ってそうなんですよ、うん、なんか、うん、2作目宇宙忍者宇宙忍者もシャメってとこでバルタン星人乳首があるそこは書くべきディテールだったのかちょっと分かんないですけど哺乳類なんですかねはい、怪獣いろいろ、ね、バルタン星人ってもザリガニっぽいですけどね僕知り合いにダダに似てる人いてあ、まあ、あだ名ダダだったんですけどあだ名ダダって呼ばれるとかわいそうですよね。あ、ダダさん最近なんかなんだろう、デパートか何かの女性服の CM 出てましたよね。ワンピースとか着て、水着だったか、出てました、ね、水着かな、出てた出てた、ジェットンとかも出てたから、うん、ダダさんはおしゃれですよね。ダダさんはまあそうですね、うん、そうですね、無理やり言わせてしまった感がありますけど、ダダさんおしゃれ、しま模様がね、うん、クマさんが何かを何書いてんだろう、ちょっと僕は分かんないです。俺も分かんない、何こいつ最強、こいつ最強、こいつこれ誰ですか、うん、こいつ最強、これ誰、誰か教えてちょっとこいつ分かる人情報ください指名手配みたいな。これウルトラマンに出てくる怪獣ですか、怪獣ですか、こんなやついました、下半身めっちゃ細いけど負けなし、え、誰だろう、え、こんなやついましたっけ、負けなし、自称負けなしえ、誰だこれ、ちょっと分かんない、名前なんでしょうね、お名前、お名前、お名前、ユウは何しに地球へ、当てたら当てたら嘆きっすこれの名前分かった人コメントください。悪魔さんから嘆きっすいきます見てる人全員じゃないですかそうですね、協力し合えよ、カメラを投げキスすると、みんなでちょっと今ちょっと画像を検索してください、気になる、はい、というわけでちょっとこれもあれですね、うん、乾杯する前から飲んでる、あ、そうだそうだ、飲んじゃった、もう僕も飲んじゃった失礼しました、飲んじゃった、ごめんなさい、乾杯を忘れないっていうこの番組の趣旨ですから、ね、毎回忘れちゃう、本日2本目の酒です、人気1位で総攻撃いただきます、いただきます、乾杯、ゼヨ、うん、あ、やばい、このペース今日2時間だうまい、お、うまい、うまいらしいですね、あれああ飛ばさないで刺激が、はい、ちょっと口拭きますかわいい、あ、今日いいですね、今日なんかハイアベレージじゃないですか、2本目も、うん、うまい、うんうん、だからなんかこういうのって変な話、うんうん、若干色物的なね部分が出ることもあると思うんですけど、まあ すね、すごくちゃんとしてるお酒ですね、うん、そう、それそう、そこがそれ、そういうちゃんとしてます、ちゃんとしたこと言うと、コメントパクられますから、え、そうなんですかパクられる、というわけで、本日2本目のチャートお願いします、うん、あ、ガッツ星人、ガッツ星人って言ってますよ、合ってますか、打撃っす、打撃っす、出てましたね、なるほど、ガッツ星人、あ、皆さん知ってるんですね、おお、ガッツ星人なんていましたか、はあ、はあははあ、なるほどね、その辺のキャラカップ
とは違うわ、うん、あんまりキャラカップもいっぱいいただいてるからあるんですからまだいますからね、まあねありますよね。ただその値段相応のねほらコストパフォーマンスとかもあるじゃないですか、ね、カップ酒は、まあ、安くてねそこが良かったりするんで、うん、はい、というわけでちゃんとお願いします。うん、なるほど、ガッツ星人ねおこぼれ投げキス待機っていう人もいますけどずるい、ずるい人ですねずるいですね投げキスのおこぼれって初めて聞いた範囲攻撃なんですかね、投げキスはね、ま、画面の前にいたら全員ですもんねダダってメスなのっていう質問ありますけどダダって女性なんですか、ね、どうなんでしょうメスだとし、メスっていうのもあれですけどメスだとしたら結構エロい格好してますよね。そうですよ ね、 そうですね。あれは服を着ているのかそれともああこれ全裸でこの模様なんですか結構それやばいですね。結構目痛くなるぐらいストライプですけど、うんうん、ね、ただでもテレビ CM 出てた時はその上に 水着とかワンピース着てましたから。ってことはこれが全裸全裸の田植えですね。そう、全裸で田植えって新しいなるほど。今危ないこと言いそうになったやめ。いや、一つ目の項目が床がピチャピチャですよね。ちょっと足こちらです。絵なんでちょっと見せます。こちらじゃん、じゃじゃん、誰ですかこれ。ダダですか。ダダですか。ダダ一。ダダ一。ちょっと三人いましたけど。ちょっと補足して。ダダの頭がそこにあって、その下の五角形がもうなんかダダのもうこれしましまですよね。新しい捉え方ですね。ダダの体ですよ、ね。確かに体に見えてきましたね。そう言われたら。ちょっと補足お願いします。ダダ三じゃないんですか。ダダ一。うん。ダダは。ダダは元は1、うんうん、以上、あ、以上元は1、元は1人、こちらからは以上ですスタジオにお戻しますっていう。ダダは本来は1人だから、あ、じゃあ3にしとくよっつってじゃあ3にしといてください ABC いたんで、ダダ1から3になりました、じゃあ2つ目の項目3になりましたね、2つ目の項目お願いします。うん、ナイヒニさんから、ガッツ星人イコール広告代理店の意識高い系のイメージ、ちょっと分かんなかったガッツ星人、うん、読まなきゃよかった営業ガッツで頑張るって感じなんですね。そういうことなんですかね、うん、確かに、まあまあガッツですからね、ガッツイします、非公式だけどガッツ星人ツイッターやってるよっていう、非公式非公式だ、非公式ガッツ星人やってるよって言わないよそれそうですね。あ、そしてさっき待機してた人が投げキス逃したって言いますけども、ね、残念ですね。2つ目の項目が、色物感を裏切る度5。うん、あ、確かにこれちゃんとしたお酒でしたね、うん、はい、まああんまり言うとカップ酒の悪口になるのでね確かにこのパッケージがね、ちょっとね、うん、木をてらった感じですが、お酒は普通にちゃんとしたお酒でしたね、うん、はい、美味しいですこれは、うん、はい、というわけで3つ目の項目お願いします。ちょっとねこの辺から巻いとかないとね、本当に今日2時間コースですよお店は何時までなんですか？お店は特にまあ疲れたらやめる感じでやってます。3つ目の項目、味のバランス5。おお、おお、高評価ですね。これ好みだったんですね、結構ね。確かに、うんうん、バランスはいいかもしれないですね。
その高いお酒のあの何も引っかからない感じでもなく、口当たりもいいし、まあ後味もね、なかなかちゃんと残る感じで、うん、あ、なるほどね、皆さん怪獣調べてる間に投げキスあ、ググって、ググってる間にね残念、残念ですね。ありがとうございます、調べていただいてるんですね、皆さんね、はい、うん、あ、これを飲みますか。あ、もうちょっとじゃあいただきます。ハザスいやーっつってます。いやこのおちょこにね、うん、カー君が、そうなんですよ、カー君がこの酒瓶を持って、タクヤさんの方は悪魔さん、そう、俺とお前のっていうね、悪魔さん、カー君、カー君っていうね、俺とお前のおちょこセットですからね、うん、カー君元気にしてますかね。カー君ね、大体半年に1回ツイッターつぶやくんですよ、ね、そうなんですか。レアですね。レアなんですよ。カー君前ね、悪魔さんのブログでね結構活躍してた。あ、まあそうですね、コメント欄とかには出てきます、うん、あ、来た来た、4つ目の項目がこちら、イラストです。ガッツ度ゼロでよろしいですか。ゼロゼロですか。あ、そっか、まあガッツ星人いないですからね、パッケージに。確かにね、そのゼロか、最強なのにね、ゼロって初めてじゃないですか。ゼロ、ま、真ん中に点書いてあります、うん、どの項目か分かんないよ。ガッツ度ゼロ、なるほど、すごい、ガッツ星人入れてほしかったんですね。なるほど、じゃあ次第4弾とか第5弾の時はガッツ星人よ ね、うん、どうもダダ押し感が強いので、第4弾はガッツ星人入れてほしいですね、うんうん、この番組ご覧のつぶらやつぶらやプロの方はと人気主導さんとね、どちらか見てくれてた、うん、ちなみにあれなんです、このコヘンっていうお酒を紹介した時はこの倉本さん見てくださっ て、 言って、あらあら、倉本さんのフェイスブックでもこの番組が紹介され、はあ、すごい。こっぱずかしいったらありゃしないですよね。素晴らしい、素晴らしいんですよ、嬉しかったですよね。お手紙届きました、お手紙、そう、わざわざお手紙届いて、いや素晴らしい、ありがたいです ね、 ね、本当に全部の回見てるのかなと思って。下ネタの回とかやばいですよね。というわけで5つ目の項目が、はい、地球の子供たちの未来度マックス。確かにね、子供たちの未来はね無限ですからね。うなずくしかないよ。ウルトラマン基金に、うんうん、そう、つながってるお酒、そうなんです、これ、東日本大震災の、ね、ウルトラマン基金なんですけども、このお酒の売り上げはそこにつながっていると。はい、確か酒造が福島の方ですもんね。はい、そうかそうか、うん、素晴らしい、悪魔様、悪魔様ちゃんと見てますね。閉めるとこ閉めるもん、さすがだわ、ちゃんとしてますね。ちゃんとしてんだよ、ちゃんとしてんだよ。そうなんですよ、うん、まあ、いい取り組みですよね、こうやって、うん、そうですね、なるほど、というわけで、うん、じゃあ俺様的ベスト当ての方をね、いただいてみますが、あ、ちなみに悪魔さん、その前に一つリクエスト、ジャミラ書いてっていう。ジャミラね、チレさんからいただいてます。ジャミラもともとあれですよね、もともと人間ですからね、確か、火星だか火星かな、火星にあの宇宙飛行士が行って、うん、そこで火星の環境がひどかったので、うん、あんな姿になってしまったのがジャミラなんですよ。ジャミラ情報でした、ね。あ、なるほど、まあ、悪魔様にはねもう釈迦に説法だと思うんですけど、この情報は。宇宙人仲間で、あ、うん、いいタッチですね、これ一筆書きかな。あ、そうですね、花の感じがね。
イラストのリクエスト後ろにジャンベラいるんじゃないこういう、こういう感じそうです、そうです、だいたいこんな感じのやつが今アクアが書いてます。もう近いですよね。近いです、ね、近い質感って書いてます。つけもつげそうですね。だからジャミラかわいそうなんですよ。これもまあまあ比喩的に環境汚染をちょっと嘆いた怪獣とでも言いましょうかね。なるほど怖いですね。ああそして珍しいイラストに吹き出しではなくホワンホワンみたいなついてますね。読めない、全然読めない。ん絵なんじゃない。5人もいて誰も喋んないみんな見入ってます見入ってますねとか言いながら僕はチーズ食べてましたけど宇宙船で、地球かな。あ星、地球、惑星、惑星。まあ、一旦見ますか。一旦見ますか、はい、一旦映しましょう、はい、こんな感じです、ジャミラ、うん、で、まあ、ホワンホワンに寄りますね、うん、はい、ホワンホワンが飛行機、惑星、死死飛行機、うん、なるほど、ここを全部ちょっと読み解ける人はここにはいなかったまあ、まあ、知恵さん書いてっていうぐらいだからこれ伝わったんじゃないですか、うん、肌が、肌肌カサカサ、そうですね、肌はカサカサです。乾燥肌だ、うん、肌がね、ちょっとね汚染でね、やられた肌してますよね。はい、社長さん、ジャミラコックありがとうございます。どういたしまして。やったかいがありました。やったかいやった、じゃあベスト当ての方をお願いします。はい、今日はそうですね、ちょっとあんまりコメントを読めてないのが、ね、申し訳ないですが、昭和の時代はそういう番組が多かったよね。そうですね、何かしらメッセージをね、裏に貼らないものがね多かったですよね、昭和は。結構ウルトラシリーズに出てきた怪人、うん、怪獣とかで今これ放送できないなっていうのが いますよね。あとあのその死に方とかもね、ちょっと今だと NG 出るんじゃないかみたいなやつ多いですね。あ、そうそう、やばいですよ、うん、あのガメラの映画の敵がなんか、うん、なんか手下をあれしちゃうところとかね、子供に見せらんないですよ。あれ結構怖いですよね。昔あれしちゃうの。あれしちゃう。あれしちゃうの。うん。ちょっともうこれ以上言えない。なんだよ、あれしちゃうってなんだい。詳しくはガメラの映画をご覧ください。あ、ジャミラうまいって。ジャミラうまい。ジャミラうまいってなんか食べてるみたいですけどね。酒の当てかな。酒の今回のおすすめの当て、ジャミラ。ジャミラ。ジャミラ水に弱いんですか。あ、そうなんだ。なるほどね。俺様的ベスト当てがこちらです。じゃじゃん、カップラーメンかっこ3分うまい、カラータイプかけたうまいやつですか。なるほどね、ウルトラマン的にね今日なんかすごい練ってきてますあのなんかトンチが効いてる感じ。そうですよね、うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。太郎は欠番あったよね。太郎は欠番。へえ。そうなんですか。放送できなかったんですか。まあでも昔のやつは確かにありそうですね。ね、ありますよね。じゃあ、だってこの3本目の準備ですか。しようかと思って。はい、今日はなんか。でも結構顔も赤いですねテキパキ飲んでますけどね、はい、テキパキ、リトル氏もジャミラやってお断りですサムエではやりません、ね、火星に置いてきぼり食らったんじゃなかったっけ。うん、なんかそんな話でしたね、うん、悲しい過去が。なるほどね、
性に置いてかれたら困りますよね。困りますよね。ちょっと大変ですよね、うん、でも今日僕なんかで見ましたけど、人工の葉っぱ、光合成できる葉っぱ開発された。え？二酸化炭素から酸素に変えるっていうやつ見ましたよ。これあれば火星いけるんじゃないですか。それを火星に撒いておいて撒いておいて、その光合成のやつとゴキブリを火星に撒いておいて、10年後行ってみたらゴキブリが進化しててこの野郎みたいな、それテラフォーマーズやアニメやってましたけど。でもなんかもうそれ開発されたっていうので、しかも個人で開発え企業なので、ちょっとどんなことやらので。でもそれは普通に地球でね、いやそうです、使えば環境を、ね、うん、保護に役立ちそうです、ね、いいですよね。家の中にそれ置いとけば、まあまあそうです、ね、快適に。え、いやそうでもない、そんなじゃない酸素いっぱい、はい、あとなんか何でしたっけ、うん、発電するゴム、ああ発電するゴム、なんか最近あったんですよ、開発されて、どういう用途で使うんですか。ゴムですよね。ゴムですよね。ちょっと僕も詳しくは見てないんでわかんないんですけどまあそういうものがあるって、ね、はい、いろいろね、新しいものは開発されてます。そのテラフォーマーズって反応してますけどね、1時間で2本、そうですよ、もう1時間経っちゃいましたね。あ、ペース上げていかないと、巻きましょう、というわけで、こちらのお酒、例えるならばこちらです。じゃじゃん、敵役ばかりが悪じゃない、怪獣も酒も中身が大義。大義ですか。大事大事じゃないですよね。大義って書きました。大事って書いてあるんですよ潰れちゃってホワイトボードの裏に書いちゃったけど、大事消えないそうなんですよ、大事という、まあそうです返さなくてよかったですね。そうですね、まあでした敵がいないとウルトラマンも活躍できません。うん、綺麗にまとまりました。書き終わったしありがとうございます。もう 3枚目もね、用意してきました。そして、伊達くんが今ね着々と準備をしてくれておりますが、はい、もうね今日パッケージ箱物ばっかりで揃えたんですけれども、うん、3本目がなんとこれ見えますかね、これそれはすごいですね。帯かかってるんですけども、まあ、木箱なんです。これ木箱。すごそう。そして帯をほどけば、なんかね、まあお酒はちょっと伊達くんがもう用意してくれてるんですけど、はい、封筒に封筒あら封筒が入っておりまして、これはすごいですね。ちょっと瓶どうしていいか分かんないですもんね、このシャンパンみたいな、いやもうなんですかね、あの形状といい署名いやそうなんですよ、署名元風の証って書いてますからね。開けたらもうそうですね、コルクですしね、はい、こんな感じの達筆の書面も入っており、版も疲れておりますので、すごい。じゃこれちょっと拓哉さん長いです、読めるかな、これ達筆ですね、すごいですよねこれ、読めない、お願いします、ちょっと読め日本の酒文化、うん、古来大陸より米の文化が伝承され、うん、同時に日本の酒文化が生まれました。江戸時代にはそれまでの白い酒かっこ濁り酒から清酒澄んだ酒へと移り変わり、うん、さらに缶作り、うん、冬期間冬期間に酒を作ることが主流となりました、はい、江戸末期から明治にかけて精米技術の発達に伴う近代日本酒が生まれました。へえ。当酒蔵では越前の豊かな自然の中で米を磨き丹念に地酒を作ってきました。米を選定しより精米を白くして当蔵独自の酵母を生み出し試行錯誤しながら長い、悪魔さん痙攣してますけど大丈夫ですか、うなずいてるんですね、長い年月をかけてのただひたすらうまさの追求でした。ここに慎んで箱入りさせていただいた御酒は日本を代表するお酒です。あ
これからも日本の酒文化の本道を歩んでまいります、うん、越前のお酒盆なんですかね、これ盆当主11代当主、はい、11代11代ですよ、すげえ。何時代からやってんすか、何時代ですかね、すごいですね、明治ですかね、もう何言ってるか分かんないってコメントです。11代かける25歳ぐらい、うん、歳ぐらいですよね、江戸時代末期ですね、やっぱり。いや、すごいですね、はい、275年前だと江戸時代ですね。そうですね、すごいね。瓶の方向に、瓶の形がまた、え、見たことない。間違いなし、銘柄がね、皇室御用達って書いてますからね。あ、はい、すごいね、これです。こんなんていうんですか、鶴首っていうんですか、こういう形なかなかなんかないですよね。ファイナルファンタジーとかでこういうエリクサーとか、ね、うん、確かにハイエリクサーですね、これは。白星の何ですか、もうこのポーション系ですね。ポーションすごいですね、もう、うん、もうまあ絶対高いですね、うんうん、これ確かあれです、あの悪魔さん去年のごとっちゃん大合戦の全回復、全回復そうですよね、 MVP 回復、全回復グランプリ取った時の、お祝いでいただいた酒を、ね、半年ぐらい寝かしてた状態で、本日開けました。あら、うん、いやすごいですね、もう皆さんちょっと瓶でビビってますからね、うん、これね飲めなかったこっそり飲めなかなかね、うん、なかなかこれはね開ける機会もなく、はい、本日になりました。ちょっと裏の、お酒情報を読みます。原材料名米麹、もちろん日本国産ですね、兵庫県の、もったいなさそうって、もったいないですよね、特営畜産契約栽培山田錦 100% 精米部合驚異の 20% 20%! 脱菜を超えましたね 20%? ないじゃん、こんなちっちゃくなって5万ぐらいになる、ね、そうそう5万、本当に5分の4捨ててる、聞いたことない 20% 聞いたことないですよ ね、 ね、40% 台じゃないですか、最小で。そうですよ、ボン超銀って書いてますね。長期氷温熟成純米大吟醸限定品というのが、もうなかなかちょっとね、こんなお酒多分一生で飲む機会もないんじゃないですかね。すごいすごいですよね、これ。今夜が最後だね。最後今日がピークです。ね、こんなお酒ないですよ、もう多分二度と 20% 脱菜の、まあまあ脱菜35ですよね、いいやつ。いや、2割3分、あ、2割3分あれいただいた、まあ、それか 23% でしたよね、最終回。いや、でも、もうまあ精米不合が全てではないですけどもね、でも確かにこれはちょっと贅沢なお酒ですね。焼きすぎじゃないですか、いいよね。ちょっとね、もうツンツル天に磨いた、じゃあこの酒乾杯です。香り乾杯忘れちゃうとダメですよ、まず香りをね。本日3本目のお酒、ボン超銀というわけで、いただきます。乾杯、乾杯。はい、あ、嗅いでますね、嗅いでますね、匂いが、ん、透き通る感じですね、うん、ちょっと辛口、うまみがすごい、あ、うん、後味は辛さが残りますね。あれどうですか、フリーズ、これは飲んだことない、すごい、あの混じり気がなさがすごい純粋、本当に 20% ってことはこうなるんだ、濃い、あれ、うん、今飲んだ、飲んだよね。スルッといっちゃったってこと、いや確かにね、このカードのなさ、うん。
ポタポタしてますけどね。飲んで飲んで飲みましたよ今。確かに確かに飲みました。ああ、ヒットポイントが回復してきた。すごい、これがこれが本当の五臓六腑に染み渡るってやつだ。あ、震えた、震えてる、震えてる。出ましたね、その動き。出ました、出ました、出ました、ブルブル出ましたね。ちょっと右手も拭きますね。これはね、いろんなパラメーターが回復する、うん、回復した力があります。まあ確かになんかね、若返った気がする。まあまあ、特別なお酒っていう感じがしますね。他にない味ですね。すごい。おー、これじゃあグランプリの時にいただいた、はい、お祝いとして、ね、お祝いで皇室御用達ってことは、まあ、悪魔さんもまあまあ王子ですからね。あ、そうですね、悪魔性の、そうです、皇室みたいな。あ、ペンが出ない、ペンが出ない。ペンある。ファミコンが好きな王子ね。はい、美味しい。これはなんだろうな。すごい、すごい、すごい。ハイプとハイゲリがあるって聞いたから。うん、全回復ですね。スルスルスルっと。本当。もったいない、でも飲んじゃうと。うん。ちょっとずつ。うん。うん。中山さんが日本酒飲んでる。これを日本酒だと思わないで。私これなら飲めるかも。出た。皇室かな。皇室。やんごとなき中山。ああ、なるほどね。というわけで、一つ目の項目が超ビップ度5。そうですね。皇室御用達ですからね。うん、これはビップ感ありますよね。やばい、ちょっとさっきすごい。美味しかったサーモンダイスがちょっとなんかかなってない。あ、なんか、なるほどね。 あのね、当てがついてこれてない。そう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 。あまりにお酒がすごくてサーモンが負けてる。そんな現象も起こすお酒、うん、違う当ていきます。甘めのものとかも。あ、当てが高級な当てが。高級か、あの、いただいたものですか。あら、あら、ありがとうございます。甘い系、心の高級。あ、すごい甘い系。これ引きちぎって食べるやつ。あ、いただきます。ティッシュ持ってきますね。イカか。イカ、イカなんですか。初めて見た。パッケージイカ燻製。あ、なるほど。マイカの柔らかごまのし、のし、ごまのし。お作りと思うんだろうね。そうですね。それか、タチの天ぷらとか。あ、いいですね。いただきたいな。怒られましたね。二つ目の項目が全回復度5。マックス回復ですね、これ。確かに。でも本当に美味しいお米って、お米だけでこうバクバク食えるじゃないですか。あ、そうですね。なんか当てがなくてももうガンガンいける。なるほど。これだけでものすごい美味しい。ありがとうございます。お米ついてるこれ。すんごい美味しい。もう当ていらず、エア当てでいいっていうね。なんか俺もブルブルブルってなってきた。うん、いただきます。瓶もう一度見せてください。瓶を寄せますか。そうですね、刺身とか確かに合いそうですね。3つ目の項目が俺は今てんてんてん絹を飲んだのか。は？何？それぐらい滑らかなね。滑らかなことでしょうよ。キヌアの笑ってるで、笑ってる。5ってこと。甘い。5。滑らかって言いたいんだよね。なんか飲んだ後の私の苦手な日本酒のブワっていうのはない。ああ、そうですね。ない。気持ちのいい辛みが残りますよね、これね。キヌは飲まないですけどね。布ですから、繊維ですからね。すいません、二択情報ですけど、この柔らかごまのし、マイカ超うまいっす。うまい。二択情報でした。スタジオにお返しします。二択さんが、そっちを僕もいただいて。気になります。あと、ここで言うかちょっと迷ってたんですけど、あの、先ほど言ってた発電するゴム
おうおう、あれは原理は開発者も不明らしい、うん、なんかできちゃったってこと？なんかできちゃったんじゃないですか、ビヨーンビヨーンってしてたらなぜか発電するみたいな、そういうことですかね、明日はみたいなやつ、なんでするんだろうねって言いながら、すごいね、これどう思うって言ったらすごいやつだと適当はい、4つ目がそなた？アマテラス大御神なのか、なのか5 アマテラス大御神神話レベルですね、もうね、何言ってんのいやでも、うん、そういうこと言いたくなる味ですよね、そうですね、神が近くにいる感じしますよね尊い、うん、尊い、確かにそなたいやそうですよ、皆さん 80% を捨ててるんですよ、うん、二択さんが当て研究家っつってうん、早いですね、5つ目なるほど、ここまでマックスで来てたのに最後5つ目、自分で変える度1 ゼロじゃないですか実際どんだけ儲かってもなかなか買えないですよね、うん、限定品だしね、まあ絶対4号瓶ですけど、これまあ万超えかなっていう一品ですからね、はい、4号瓶で出せる、だってそんな、いやちょっとね、うん、まあまあありがたい、ありがたいですよ、ありがたやありがたやですね、じゃあベスト当ての方お願いします、うん、うん、まあもうチャートの評価が分かんないんですよ、ね、どこのお酒なの、あそうですね、坂倉さん読んでなかったですね、福井県鯖江市、うん、サバトラン奈々ちゃんとですね、合資会社加藤吉米商店かな、吉平商店かな、うん、さんです、なるほど、福井のお酒もなかなか名作揃いですよね、うん、今まで、俺様的ベスト当て出ました、こちら当ていらずね、拓也さんの意見ですね、うん、これだけで超うまい取り入れるっていうでもすぐ採用しますね、これは確かに初じゃないですか、当ていらず、強いて言うならね、あのね、塩とか塩、そうそう、俺も思った、あなるほどね、うん、塩いいかも、うん、塩か、塩とかね、塩とかね、わさびとかね、あーわさびね、できるこういうコーンに乗っけてうん、なるほどね、いやありがとうございます、すごい美味しい、なかなかこんなのないですもんね、うん、居酒屋でもし、まあ、こんなの置いてないですね、ないですあったとしたらこのグラスでもう3000円とかしますね、あなんかね、逆にね、酔いが冷めたんですよあのね、すごい、すごいシラフになったんですよ、うん、これ飲んだら、回復して回復回復まあまあ、その辺を踏まえて例えるならば、おじゃお願いします、うん、そうですね、うん、ちょっといただきます、福井小室近いですからね、そうですね、うん、新潟、福井、あの辺が、うん、美味しいお酒、酒蔵さんもね、多いですよね、うんうん、すごい、このあれですね、この番組はいいですね、なんかお酒を飲んで健康になるっていう健康、お酒の知識もつきますね、そうですね、うんうん、いやいやいや、すごいな、うん、これほんと百薬の長っていうのはこれのことだ、ああそうですね、これは本当にもう、うん、ああ言ってる彼は明日遅刻するんだ昨日飲みすぎましたねいやもうだってこれ飲んだからもうもう大丈夫、バリバリですよ、もうバリバリです、元気いっぱいですよ、今日もぐっすり寝て明日目パッチリですよ、今年遅刻してないの2日しかない
今年結構もう5月ですけど5月です。もう 5ヶ月終わって遅刻しなかったら2ヶ月ですからね、まあ、まあまあそういうこともあります。 ありませんよそんなことない世界記録更新するじゃないですか。あ、お酒のことがわからないので 20% がどうすごいのかわからない。なるほど、うん、大体、お酒用のお米っていうのはまあまあ精米していくと 65% までが純米酒かな、55% までが吟醸酒、違うか、吟醸酒、あれ 60% までが吟醸酒、60未満それ以上いくと大吟醸、はい、っていう、まあ、560で皆さんやってる中20ということですよね、うん、つまりお米って最初まあ玄米ですよね、うん、なんか殻がある玄米なんですけど、はい、うん、外側をどんどん削っていくんですよね。そうです、中心の本当に純粋なお米の芯の部分だけを使うっていうのが、ちっちゃくちっちゃくしていってもう中心部の 20% だけ使って、うん、いやもうだからもうこんなんですよ、ごまぐらいですよ。そうですよ。だって他って捨てちゃうんですか。それはそれでなんか別なことに使う、 なんかしらに使うかもしれないですけどね、うん、それこそなんか団子にしたり、うんうん、できそうですもんね。だから、うん、あ、長いの書きました。できました。はい、できました。こちら、ボン、長銀、例えるならばはこちらです。ダダン、チャート超越、神降臨、まさにボンラスボス前のエリクサなかなかいい、なるほどね、いいですね。よく出ますねこういうさすがですね、コピーライターみたいですね。コピーライターみたいですよね。というわけで本日この3本の予定だったんですが、はい、なんと急遽、うん、急遽ですよ、拓也さんたちがここでこれか、ここでこれですか、もう一本追加ということで1時間半経っておりますがこれね、これね、さっきね、たまたまもらったの。どこでもらったの。当てを、うん、某コンビニで買ったところ、はいはい、700円ごとにくじが引ける。セブンイレブンで、やってますね某コンビニでくじを引いたら当たりました、はい、この番組来るの分かってたかのようなので、そう、まあ、もらいもんです。というわけで、まあ、見えております日本盛り超盛り300この小熊酒で紹介した一番安いお酒じゃないですかねしかも超盛りっていうのは300でかいですね。なるほど。まあ、一応情報は読みますが、兵庫県西宮市の日本盛り株式会社様、うんうん、米麹ともに国産米ですよね。14度以上15度未満、醸造アルコール混ざっております。糖類混ざっております。酸味料混ざっております。精米部合とか一切書いてないからね精米部合はね非表示です。非表示です。秘密です。何パーセントでしょうかね。まあまあまあ 95% まあ 100% でしょうね。 100% 玄米ではない、玄米ではない、もうゴリゴリ砕いただけっていうね。 あれですよね、玄米をそのままやると濁り酒なんですか。そういうわけではない。そういうわけではない、ね、そういうわけでもないんだ、うん、そうか、それは無洗米無洗米ね、無洗米ではないですけど、なるほどね、まあ、確かにまあ粗そうではありますよねちょっとわかんないですけど最後洗わないですよ香りだけでも上等になっちゃう。こんな暑くなって熱くなりましたじゃあ大中さん、まあ、僕が普段常用している酒に近いネタかと思いますけどね、うん、常備酒ね、うん、うん、じゃあアルコール度数は同じですから、今日は飲んだね。そうですね、締めにふさわしいやつ来ますけどね、とどめをね、とどめのやつね、こうコロンと寝ちゃうタイプ、うん、今なんかちょうどボンボンでいい感じになってるところにこれ来ますからいいですよね。多分ですよ、多分ですけどボンの値段であのお酒20本買えます。箱単位で買えます何箱買えるかっていう世界です。200本いくかな結構いきますよね、どうですか。3ケースいけるんじゃないですかねケース
あ、うん、そうですね、知ってる匂い、ええ、甘い香りしますでしょ。あ、それなら買える。飲み慣れた。僕も今日ちょっと飲みすぎちゃったからもう無理かなもうちょっと無理かな、これキャラがおに、あ、キャラカップがお似合い確かに、もうそうですよね。僕このお酒にちょうどいいカップで今日飲んでますからね、あ、皆さんあれですね、ボンググってビビってますね、うん、そうなんですよ。ボンね、グイって今飲んだらまた違う香りがします、ね、そうなんですよね。美味しいです。あのブワッていくと、ブワッていくとまた違う香り、高いんですよね、こんなに辛い、角がないのに、うん、そこでこちら、いや、これついちゃうの、これついちゃいますよ。あー、ついちゃ、あー、エリックさん、エリックさん、薬草ね、薬草か、8ゴールドで買えますから。薬草だったらいいですけどね大丈夫かな、まあ、神の酒から庶民の酒に来ましたねいや、回復はしますよ。いいコメント。そっか、うん、回復する、うん、ダメージ受けない、するする、大丈夫だよ、全然大丈夫大丈夫です、毒薬とかではないというわけで、じゃあ本日ラスト、急遽、盛り込まれましたこのお酒、4本目、日本盛りいただきます。乾杯。乾杯。ジョージおう、やめた飲まないああれ、あれフルーティー、ん、何かしらごまかそうとしてる感じは伝わりますよねどうですか、いいですか、ちょっと右手拭きます、ん、おいしい慣れ親しんだ味慣れ親しんじゃ味がします、うん、いつも飲んでるから、うん、うまいっつって確かにさ、うまい、最初冒頭でお伝えしたそのパックのお酒に通ずるところが結局はね、いけます、ここに来ましたね、いけるいける、うんうんうん、なるほどね、あれ進みますよ、ね、うん、当て美味しいなこれね、いいところはね、幅広い当てが、あの、合うんですよね。あ、そうですね、うん、当てがないと系ね、そう当ていらずって言った後にこれ書くと悪口ですけどね、うん、ジョージ、うん、これね、後味が残らないですね、はい、うん、そうですね、カップ酒の割に、うん、なんか変な癖はないですよね。最近のカップ酒美味しいですよ、うん、おお、え、これおすすめじゃねこれもね、悪くないんですよ、よく当たりましたね、これね、ほんとね、2枚しか引かなかったんですけど、当たりましたこれが当たりました、もう1枚応募券でしたからね生まれた川に帰ってきた感があるんです、うんうん、いや、300ml でこれはいくらなんでしょうね。多分200円ぐらいだと思いますね。そうですよね、うん、したらやっぱり盆のお酒で、うん、60-70本買えちゃうんじゃないですか、そうなんですね、ガード下が似合う、うん、これももちろんレビュー書きますよ、はい、1つ目の項目が、これだね、5 雑なコメントをします、これだね、あーこれだねっていうあーこれだね、5 これこれっつって、もしかして、お、一緒に買った出たこのじゃがりこがあ、なるほどね、当てとして合うんじゃないか、じゃがバター味がね、うん、確かに美味しそう、北海道ですからじゃがバター、でもこのね、胡椒の効いたね、ポテトっぽいやつがね、合いましょう、うん、それ美味しい、ポテコロでしたっけ、うん、それ美味しい、なんかこれもいただいたやつ、胡椒が効いてるのはいいかもしれない、うん、これですね、あ、ポテコロキューブね、はい、これ美味しいですよね、じゃがりこも美味しいですよ、スナック菓子ってことですかね、そうスナック菓子が合うお酒っていうね、うん、こういうのには安いものが合うし、酒のやつにはこう高級なこうタチの天ぷらとか、そういうのがあるわけですね、うん、2つ目の項目が、話が早い、速攻性速攻性5 まあ手っ取り早く酔えますよねこれでね
早い人はあの、うん、買ったお店の先でグイッと一気飲みしてバリーンって瓶を割っていくらしいですから話が早いです。クロージットバリーン。まあ2、3合飲んだ後もうこれでいいかなって感じしますよね、うん、確かにね、ジャガバターは合いますわ。合いますよね。なんかね風味がね近い感じがする。なるほどね。これももちろんボリューム5に乗りますんで楽しみに。3つ目ですね、の項目がお得に満足ボリューム感5。300入ってますね。300で2、300円だったらまあまあ安いですよね、うんうん、あ、ジャガバター合うわ。合います、合います、合います、合います。え、これ200円なの？これいくらするんですかね、ね、うん、だってあれですよ、あのゴディバとかのチョコレートの、うん、ホワイトデーとかにお返しで買うやつ、うん、こんな一粒で300円とかするじゃないですか。それより安いんだこれ、300ml で。すごいね。 1.5 号ですからね。すごい。結構でかいもんねこれね、うん、ちょっと気が向いた人はこれの、うん、ちょっと値段を調べてほしい。そうですね、これの値段誰出してくれるんじゃないですか。普通に美味しいねこれね。あれかい、さっきボンを飲んだから我々の舌がなんかこうなんか全てを受け入れる舌に進化してるからかい。いやむしろあれでちょっと異国に行ってからのなんか郷愁感というか、あー、お家が一番ねみたいな感じを今味わってるんじゃないですか。出た、自分で買えるとこう買えますよねこれだったらね。ボンとの対比がいいですね、うん、これね直のコンビニでも買えますから。そうですよね、さっきのボンはね相当頑張らないと買えないと思うんですよ、うん、お金があっても、ね、使ってる酒屋さんがまずないですね。ないんですよ、うん、いいお酒ないんです。いつでも買えるとこうですね。買えますよね、うん、はい、5つ目。みんなの言い訳度5。やたら口数増えましたからね。ボンに比べて。やばいやばい、積もった。うん、確かにね、確かにさっきまでみんなちょっと確かにね。あ、これ合うねとかここに帰ってきたねみたいな、じゃわりこと合うねとかいろいろこと言ってる。、うん、すごい喋りますもんね。見通されてた。、うん、もう涙出てきた。口数増えました。そうです、ね、言い訳の5マックス。あれ五角形全部5じゃないですか。評価高い。初じゃないですかこれ。やりましたね。いやありがとうございます。じゃあベスト当ての方をねお願いします。なんだかんだ飲んじゃってるしね、うんうん、そうですね、もう瓶開いちゃいましたね、うん、そうですね。おかわりしたい方もうちょっとだけありますよ。いつでもできるんで。それおかわりするんだったらボンがいい。ベスト当てこちらです。じゃじゃん、何かしら当てがってよ。まあそうですね、そうですね、これだけでは進まないですよね、うん、選ばないからっていう。何でもいいから当てちょうだいって、とりあえずね、やつですね。はい、ありがとうございます。じゃ最後、例えるならばね、あ、でもさっきのボンを一気飲みするやつはいないですよ、うん、まあそうですよね、うん、これは生き延びてきます。あ、値段情報来ました、うん、税込み216円、うん、でしょ。いいとこ行ってましたね。いいですね。200円プラス税込み円か、うん、いや 8% すごい差ですね。本当このコストパフォーマンス、うんうん、ね、うん、いいですよね。これ1本飲めば大体眠くなりますから、うん、寝酒に持ってこいですね。いや、あとね、ほんとね、じゃがりこが信じられないぐらい合うんだよね、これ。じゃがりこ、じゃがバター。奇跡的な。じゃがりこ、じゃがバター。駄菓子との組み合わせは最強かもしれないですね。うん、そうそうそう。この、これもすごい合う、うん。それも合いますよ。これもどうぞ。いやー、日本酒はいいな。いいですよね。ありますよ。
もうビール党だったけど日本酒党になろうかな。本当にいつでもこの番組来てまた来ます。美味しいお酒自分では絶対買えないやつゴロゴロ転がってますから飲めます。ありがてえな。ありがたいですよね。で毎回最後にこれで締めればいい。盛り上がりを。そうですね、毎回この300で落ち着くってやつ、ね。うんうん、でもカップ酒も結構これもそうですけどいただくんですけど、はい、まあ、キャラクターがコラボしてる、地元との酒蔵さんのコラボしてるみたいなやつ多いんで、うん、結構カップ酒の回もあるんですけど、うん、やっぱりカップ酒の回は言い訳がましくなるでしゃべりがちょっと多くなっちゃう、うん、そうなんですよね。はい、というわけで最後できました。はい、日本酒り例えるならばこちらです。はい、高い酒だけが酒じゃない、うん、俺たち庶民派所詮はボン、あ、平凡のボン、ね、あ、うまい、うまい、そっちのボンの字ね。うまい、よー悪魔、うまい、悪魔だ、よー急遽差し込まれた酒とは思えない。よー凡人にはこれで十分でございます。ボン違いね、うん、あ、なるほどね。いや、でも中山さんが普通に感心してる。分かんなくなってきた。だってこれね、うん、これを例えばすごい綺麗な入れ物に、うん、まあそうですね、入れてね、うん、じゃあ1万円ですって出されたら本の瓶にこれを入れて、うん、そう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 、いや、さすがだね、言っちゃうかもしれない、うん、言うかもしれない、飲みやすいねとか言っちゃうかもしれない。分かんないこれ。そうですね、それが、うん、あれ、あのサイズで200円かと思えば、うん、あ、うん、あ、あれ、あれ、中山さん、我々のこの流れを一切ぶった切る中山さん、声が出ましたけど、中山さんのこれはないわっていう声出ましたね。私、皇室だったわ。中山の帝が今このお酒は却下と、お口に、お口に合わなかったようですね。しょうがないです、うん、上級者向けなんで。そっかそっか、人生強くてニューゲームの方向けなんでこれ。そうですね、あ、強くてニューゲーム、なになに、ちっちゃい、磨きですか、そういうのは分かんないですけどとりあえず300ですって元気よく言ってもらいたいね。なるほどね、うん、なるほどね、のせな、磨きの歩合とか関係ないぞっていうね、うん、とりあえず300でっていうね。なんかでもこれ変に酔いますよねこれ。あ、さっき速攻性があるんですか、さっきボンでなんかスッとした感じが、スッとした感じが一気にドロドロドロ、うん、そうだそうだ、一回シラフになったはずなのに、うん、急にグラグラしてきました。聞くんですよ、うん、オール5ですからって。オール5、確かにね、これ酔いますね。いやでもこれ美味しいな。別にこれがダメとは言わないですもんね、うん、全然、うん、全然ありです、うん、今日は悪魔さんは絶好調ですねっていう、ね、毎回絶好調ですけどね、はい、あ、みんな煩の平凡の煩の字で感心してます、うん、ストロー欲しくなるね。ストロー、ストローで飲むとね、また違うんだよね。マジで。もうやってごらん、ストローで。ストローありますね。これをストローでいったらもう違うんですよ、味が。もうグダグダになりますよね。うん、締まりますよ、一発でバン、うん。そうなんだ。うん。なんか、うん、ストロー。カップ酒はね、ストローで飲むってことですよ。ストローで飲むと効くって言いますけど、本当なんですか。効きます、効きます。効くんですか、うんうん。え、なんでなんだろう。なんでなんですかね。なんでなんですかね。ストロー、うん、吸おうとする力でやっぱり吸引されるんですかね。吸うから。ちょっと分かんない。唾液とあんまり混ざらずに飲んじゃうからかな。まあちょっと分かんないですけど。かもしれない、うん。うん。男の酒やなあ。なるほどね。庶民の友、そうですよ。いやだから。最初に本当に味わいたいお酒を飲んで、まあまあ3杯目4杯目ぐらいからは、うん、いいですよ、ね、いや、いいですね、盆しか日本酒なかったら困りますから。いや、そうです。日本酒飲めないですよね。そうそうそう、裏あってこそですよ。あら、すごいイラスト描いてますね。全員集合じゃないですか。あら、
珍しい、うん、カップルが飲むようなストロー書かれてますけど、カップルストロー出ました。カップルストローで日本酒飲んだらすごい、うん、すごい、すごいですね。それも目音だね。そうだね、目音酒だね。楽しく飲もうね。これ喋っときますか。そうですね、これ喋っときます。はい、そう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 、これはなかなかない。 300ml だから4人で飲めますから。若干雑な、はい、ね、こういう回も、そう、いや、お客さんをお招きするっていうのはいいですね。そうですね、うん、初めてだったんですね。初めてですよ。いや、これいろんな人呼ぶといいと思いますよ、うん、ね、うん、いや、来てくれるのかな。いや、お酒好きな方をどんどん、ね、うん、飲めない人はちょっとあれかと思う。ああ、いや、妹さんの件もありますので、当てをちょっとやった方がいいんじゃないですかね。やっぱ当て重要ですよ、ね、当て研究、あ、すごい、任命されちゃった。アニメされた、当て研究部員に任命。あ、なるほど、ね、やった。お二人はね、確かに二人とも結構自炊できる派なんで。そうですね、料理好きなんで、うん、意外と、うん、日本酒や当てを持参していただいた当てのチョイスもなかなかいいところ行ってますもんね。おっさん向けのね。あ、まだこれ開けてない。開けてないやついっぱいありますけど、おっさん向けのやついっぱいありますから。お疲れです。当てちょっと研究しなきゃな。この後もそうですね、番組終わってからも もちろん、ね、残りがありますね。なんかあれちょろっとずつですけど、ちょっとボンを入れて。あ、ボンはまだ残りをね。これで開いちゃいましたか、瓶が。いや、まだ開いてないです。あ、大丈夫。まあちょっとあの最後の乾杯用にちょっと、ありがとうございます。アルティスタチームのイメージですね。竹内さん、それ混ぜてるとかね。混ぜたらこれどうなるんだろうね、これね。やってみる。ちょっと待って。ボンとボンを混ぜる。ボンじゃないや。ボンとボンを混ぜる。ボンと日本盛りことボンを混ぜる。このぐらいかな。ハーフ&ハーフで。うん、ちょっとでいいですよ。はい。あ、じゃあ改めてちょっと最後乾杯して。はい、乾杯。乾杯。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。いい酒でした。やっぱうまいな。まあどっちでもいいよって言われたらこっちを選んじゃいますけども、自由に選べとればこっちを選べますね。まあそうですね。これは混ぜたものなんですけど、ボンとボン、ボン&ボンのハーフ&ハーフです。これわかんねえな。なんだかわかんないな、これ。ひょっとしたらいいとこ取りなのかもしれない。そうかもしれないね。あ、クマさんが20秒ぐらい動かない。ゆるゆるしたじっくり味わって飲んでますね。いや、やっぱすごいな、これ。なんですかね、ちょっと日本酒ではない、日本酒の向こう側というかね。ブルッブルッ。あ、なかなかないですね、これは。やっぱこれだわっつって。こっちだわっつって。うん、なんかやっぱり薬ですわ。あの、いい意味の薬。うん、すごく、うん、ボンはね。何おっぱい。おっぱいじゃないでしょ。なんすか、なんか持ち上げる動作をしてますけど。寄せてあげてましたけど。なんすか。あちゃー。気持ちが上がるってこと。あーあ、なるほど。気分の話。うん、おっぱいじゃねえし。すいません。酔ってましたね、はい。というわけで、今日も1時間45分やってまいりましたが、はい、うん、結構やりましたね。ちょっとね、今日はねコメントいつもより読めなくて申し訳ないですが、はい、たまにはねこういうお客さんをお迎えした回もいいんじゃない。ボリューム5はもうあれじゃないですか、お客さんいっぱい呼ぶっていうのもあるじゃないですか。ゲスト含みの、うん、隅田の前のね、そうですよね、うん、
隅田とあと白川もね、もうこの後バババッと今週末来週末行きますんで、はい、うん、そこでねこれと、あ、そうだこれ僕今日巻いてるのがいつもの手ぬぐいじゃなくてこれですよね、タオルでき、これと、本のセットでなんと超快速1200円っていうね、セットもね今週末から発売いたします。隅田では行きれないとは思うんですが、隅田白川終わった後に、ウェブショップの方にも入りますので、ぜひお買い求めくださいということで、はい、ボリューム5のセット商品もまた考えなきゃダメですよね、うん、ね、せっかくなんでなんかちょっと後でアイデアアイデアくださいぜひぜひ、はい、というわけで、本日も、なかなかとお送りしましたから、ね、はい、そうだ、うちの番組の告知とか、そうですね、せっかくなのでいつも悪夢さんもお世話になってますんで、なんかやってましたっけ。いや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 、ほらイオシスのほら、まあ、あのほらこの前500回以上、500回を超えた、次がなんと508回の、そう、うん、なんだっけヌルポ放送局の、ヌルポ放送局もう、508ってどういう気分なの。毎週放送で508回なんでもう10年経ったんですよね。あ、10年。イオシスのそのインターネットラジオをもう10年前から始めてまして、508回を迎えますヌルポ放送局というのをやっておりますので、はい、ぜひイオシス履いてない .com でやっておりますの で、うん、あの生放送もねやっておりますのでぜひご覧ください。生放送はあれですか、はい、ヌルポの方もニコ生じゃなくなるんですか。イオシス履いてないという YouTube ライブチャンネルでやってます。わかりました。毎週木曜日21時から夜9時からやってます。はい。しょうもない話してます。500ってどうなんですか。すごいですよね。あの焦点ですら3200何十回ですから。焦点、焦点すげえな。そう考えるとすげえ。焦点すごい。履いてないドットコム。あ、イラストが出た。隠してね。これにちなんだよ。履いてないですからね、これ、ね、うん。もしよければご覧ください。そして、昨日お送りしたばっかりですが、毎月1回クマ牧、クマ牧、クマ牧場やってますよね。はい。あくまさんもちょいちょいお世話になりますゲーム。はい。小林製薬のエスタンシという、エスタンシですね、番組やっております。ゲームの実況やってます。はい、これもまた近々多分登場すると思いますので、悪魔さんにまた来ていただいて。そうですね、はい、前はね、一期一期やってました、ね、ファミコンの一期とかね、筋肉マンとかね、はい、ファミスタとかやってましたねやってましたね、はい、ファミスタの回は結構僕も見てて好きなんですけど、落ち合いかよみたいな、そういうデカいなかなかね、悪魔さんね、博士に勝てないんですよ。いい勝負はしてるんですけどね。そう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 、締まった試合するんですけどね、なかなか勝てないんですよね、悪魔さんね。熊ですからね。博士人ですからね、結構。ああ見えて。締まった試合するとか。というわけで、なんだこんな感じで、今日もお送りしましたが、また次回放送、はい、未定なのかな。でも、6月中に。やりますよね、またね、ボリューム5に向けてまた始まりましたんで、ハイペースで、お送りしたいな、はい、月1以上のペースでお送りしたいなと思ってますので、ボリューム5はゲストをお客さんをね、またお迎えできればいいなと思いつつやりますので、ぜひご覧ください。そうです、締めの展開ですごい申し訳ないんですけど、中山がすごい渋い顔で熱さまシートの説明書を読んでるんですが、あれなんですか。わかんないです。ありました。何？何かあったの？ぶった切っても大変申し訳ないですよ。なんでもない。気にしないでください。熱さましいとなぜ読んでるのか。ちょっと内部の話ですが、うん、夢子が熱出しましたので、これ使えるかなと思って見てます。ああなるほどね。はい。菅の娘が熱出して。はい、あら、そうなんですよ。そうなんだ。熱出して超ハイテンションでいい笑顔の写真が昨日ね、LINE で送られてきたんですけどね。ドリームガールゆめこ。ゆめこさん。そうそうそう。菅の娘ゆめこ。あらあら。お大事にされてください。あらあら。熱さましいので熱さましください。というわけで、じゃあ本日も
ありがとうございました、はい、ありがとうございました。また次回の放送お楽しみに。さようなら。おやすみなさい。